どうも、むつみです。原稿館ってめっちゃめんどくさいんですよ。めんどくさいっていうか、時間がかかる。僕は週1で弦を変えるので、で、週1で弦を変えるベースが一応5本ある。ってなると、それ1本ずつに時間を結構使うのって結構、なんて言うんだろう、すごく嫌。というわけで今回は道具を買いました。ずっと気になってたものなんですけど、こちら、アーミーボールパワーペグプロ。これ何かっていうとすごいっすよ。すごくない？すごくない？これで、ペグ負けるんですよ。おー、今まで、なんかこう、カチャカチャ回す道具とか、あとは手とかでやってたのが、これで、一瞬で終わってしまうと最高ですね。右回り、で、左回りっていうのも、ここのボタンで切り替えることができます。お値段6000円くらいでした。今日は、これで、どれくらいベースの弦を変えるのが早くなるのかっていうのを、測っていきたいと思います。ちょうど弦が死んだベースがあるんですよね。あ、死んでる。こちらのベースの弦を変えていきます。よいしょ。使用弦はこちら、ダダリオの細いやつ EXL220 ニッケルワウンドですね。普通に急がずやりますね。はーい。ではまずペグを緩めていきます。こっち側ね。こっちか。よいしょ。やばあ、すごい。うわー、この緩める作業も結構ね、時間を食ってたんで、まあ食うって言ってもそんなにですけど。では切りまーす。よいしょ。はい、弦外せました。うん、スムーズ。では弦を開けまーす。はい、で4弦だけちょっと切りますね。他の弦は切りません。で、まあまず1弦2弦を一気にやっちゃいましょうか。じゃあまず1弦から。さあ実力はいかに。こっち巻きね。はい、行きまーす。めっちゃ速い。おー、すごいすごいな。じゃあ次2弦張りますね。巻いていきまーす。こっちか。お、早い。もうできた。すごくない？じゃあ次3弦。お、できた。ラスト4弦。うわ、一瞬だな。はい、できました。おー、すごくない？全部弦張るまで、切ってから張るまでですよ。切ってから張るまでで6分。すっごい早い。やば。うわー、買ってよかったー。で、あとチューニングすればいいんでしょ？わ、できた。はい、全工程完了しました。いや、革命が起こっちゃったよ弦緩めるところから始めて6分ってすごい速さなんですよね。だから普通に動画撮らなかったら8分くらいでチューニングとかも終わっちゃってるってことですよね。今もさっきから3分くらいしか経ってないんで、やばい。しかも急いでないですから。革命が起きちゃった。これで弦交換がもっと楽しくなっちゃう。このアーニーボールのパワーペグプロですね。まだ素晴らしいものとは言えないんですよ。その理由が耐久性ですね。今、一回使ったんですけど、わかるかな？最初とちょっと違うんですよ。このちょっとガリガリいう感じが出てきちゃってるんで、まあ、どっかでずれたのかな。やっぱりペグを巻くっていうのは、結構力がいるのかなって思うんですけど、モーターの。でも多分このガリガリがずっと続く感じなんでしょうね。途中で壊れたりっていうのはあまりない気がします。壊れたら SNS で言います。壊れたーって。
いやでも素晴らしい買い物です。僕はこれ大満足ですね。100点。弦を巻くっていう行為にこの機械の性能ってあんまり僕は求めてないので、モーターのガタが来てるとかそういうのも巻ければ何も問題ない。両方回転ができるっていうのもいいし、でも人によってはこれ回転の速さっていうのが変えられないんですよね。インパクトドライバーみたいにゆっくりと速いとっていうのが切り替えられたらもっと素晴らしい製品になったのかなって思うんですが、果たして弦変えるときにそれを求める人がどれくらいいるのかって感じですね。僕は求めません。はい、というわけで今回は新しい僕の機材アーニーボールパワーペグプロを紹介していきました。素晴らしい。気になる方は購入してみてください。今回案件でもなんでもないんですけど普通に良かった。あ、で充電式でこれここにアダプターが刺さるところがあって、ここにアダプタープチって刺して充電します。いい買い物だった。これから使っていきます。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。 X インスタグラムもやってるのでそちらもよろしくお願いします。サブチャンネルもよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。